どん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 爆音ボーイ、シェルよし、天使よし、メタルよし、どうも鈴木メタルです。はい、ぐるぐるのめめだめめ、お願いします。本日はレギュラーゲストのメタルさん来てくれました。嬉しい、ありがとうございます。もうね、レギュラー入りでございますよ。そうですね、本当に、ね、ありがとうございます。レギュラーということはなんか固定給ありますか？うん、あ、ないです。ということで本日は、うん、第2回 JR 東海難読駅クイズ来たみんな大好き難読駅。いや、待ってました、待ってました。楽しくてさ、あの日が本当に、本当ですか、楽しくて勉強できるし、もう効率しかない。もうあの日からずっと待ってた、ずっと待ってましたよ、指くわえて。ああ、それはもうね、できた、嬉しい。今日本当にね、うん、後悔させたいと思います。嘘、結構怖い稽古ね。怖い系なのこれ。安心してください。もうね、今日もね、難読駅を10問用意してきましたので、楽しみ。答えていただきたいと思います。はいはい。じゃあこれ何問正解したらもう僕の勝ちですか？まあ今回はですね、うん、5問としましょうか。半分でいいの？半分でいいですよ。余裕。いいんですね。余裕すぎますわ。いけますね。普通にいけます。それでは早速やっていきましょう。出発進行。第1問。こちらでございます。じゃん。おお。一番、はい、昆虫、まあ、昆虫じゃないです。触覚みたいなの入ってますけど違いますよ。うーわ、これ1個あるのよ、はい、でもあ、わかります、1個これかなっていうのがあって、うん、漢字一文字です。うん、そういうことね、うん、うわー、これなのかな、これもう分かんないからこそ直感でいかないとなっていうのはある、ね、やっぱそうですよ、はい。まあ、前回ね、僕も言いましたけども、うん、難読歴は遊ぼうというね名言を言っていただきましたけど、そうだ、そうだ、あの言葉を忘れちゃいけない、はい、そういうことです。じゃあ遊びます。遊んでください。わかりました。では、メタロさん、第1問お願いします。あがた。ほー、あがた駅、正解はかなえ駅。わかるか、全然違います。かなえ、かなえです。わからんって、かなえ、ずるいわ。かなえ駅ということで、まあ受験生とかはね、かなえ駅に行ってね、なんか言ったりしてます、ね、あ、そうなの、かなえっていう意味。あ、叶えるってこと。そうです、そうです。うわー、うん、そういうの好きじゃないわ。あ、もう実力でいくタイプ。実力でいく。あれはもう、験担ぎは一切ない。じゃあ、甲子園のなんか、うん、あの予選とかあったじゃないですか。うん、まあ、その時とか、なんかしなかったですか。いや、あの、神社行ったわ。しっかり使ってます、この人。すいません。さあ、第2問いきたいと思います。はいはい。第2問がこちらでございます。おー、うん、これ、これ、うん、あれ、たくあんボーイ、これヒントじゃない？なんかタクアンボーイ、清彦がヒントの気がする、うん、まあ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 、答えていただきましょうかね。はいはい、はいはい、これもしかしてこれかな。はいはい、行ってみますかね。はい、第2問、はい、お願いします。彦島。彦島、はい、正解は岩島です。あ、わからんわ、もうえ、彦、うわ、彦かなと思った。あ、これがってことですね。右の方がさ、彦、はいはいはい、ホエルの子に、なるほどね。あ、彦島かな、まあ、彦とも確かになんか読めるっちゃ読めますけど、なるほどね、琵琶島です、こちら、ね、琵琶島でございますか、はい、わかんない、まだチャンスありますから、まだありますから生かしてください、はい、どんどんいきましょう。第3問こちらでございます。おお、はいはい、お、いけそうですか、うん、はいはい、お、いいですか、多分いける、うん、いきましょうか。いいの、では第3問、はい、お願いします。コウマガリ。コウマガリ、はい、正解は川の駅。川の駅、川の駅、めっちゃ分からんわ。何それ、曲がるがのですから、これは分かんないですよね。無理でしょそれは。5問は無理じゃ。今もう3問連続で、3問連続で、あれ、あんな楽しみにしてたのにって言ってたのにね。いや待って、うん、おかしいな。いやちょっとっ、なかなか調べないと分かんないぐらいのレベルの問題が続いたと思う、はいはいはい、まあ、こっからだよね。こっからですね、期待するしかない、はい、まあ、こっからね、ちょっと切り替えてお願いします。行きましょうか、はい、第4問こちらでございます。新しいという字に、鹿という字ですよね、これ。
まあ変にひねる必要もないのかなとは僕は思いますけどもね。いいですか？はい。では第4問。ようなヒントだ。お願いします。進化。進化。正解は。アタシカ。名前アタシカです。腹立つ名前だから一番腹立つわこの名前。アタシカ。アタシカです。アタシカ。あなたかも考えたの。はいはい。あなた、あなたということで、ね、うん、ですからね。ちょっとそろそろ一問当てんときついわ。ちょっとやばいですよこれ、うん、だいぶやばいですけどもね。大丈夫。はい、行きましょうね。しゃ5問ですよ次で。もうリーチやん。もうリーチ。ここからですよ。行きましょう。第5問こちらでございます。こちらです。どうですか？これってあの、うん、目いいのよ、うん、目いいんだけど、うん、もうこうしちゃうの分かんなすぎてよっぽどですね、これは。アレルギーでなんか目が悪くなってますよどうですか、これ。これなんか3文字な気がする。トゥ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 だ。あ、あ、あ気がしてて、うん、うんうんうん、外情だとかそういうのじゃなさそう。うん、トゥトゥだ。いやでもいいとこついてますよ、本当に気がすんだよね、うん、本当にいいですよ、それは。はい、いきます。はい、では第5問お願いします。ガジョーダ。ガジョーダ。正解は時だ。待ってはい、しかもはい、はい、これ多分俺駅名変えたらやってます。え、時だ。時だで思い出したわ。最悪だけど、なんかしっくりきたんですよ。マジっすか。だから俺3文字だなって思ったの。え、な、何の歌だったか思い出します？時だ。何の歌だっけ、なんか何だっけな、あの歌。時よではないですか？違います。時よではないです。なんかね、でも星野源の歌だったかな。お、本当ですか？フィルムだった気がする。フィルム、うん、どんな時。あ、そう、時だ時だって出た。あうわー、ケン君の。そうだ、そこだわ。時だ時だ。マジか、最悪。ダンスいませんこれはやばいですね。やばい、やばい。でもここから全問正解すればいいんだよね。いけます。いけるよ。いけます。いけるよ。待てちゃ、そんなのもっといけるんですよ、僕は。そうですよね。はい、では、ダメだね、行きましょうか。はい、第6問、はい、行っちゃいましょう、こちらです。諦めまーすはい、や、え、いけます。ですね、そうするとね、たくあんちゃんは、こういう時にね、普通のね、うん、後半に差し掛かったら普通のね、問題出してくれるのよ、なんか、うん、サービス問題みたいな。はいはいはい、行きましょう。行きましょう。はい、第6問、お願いします。水くぼ。水くぼ。シンプル、逆に。正解は三作ぼです。誰が読めるの日本人だよ。すいません。水やろ。ミサです。ミサなんです、ここでは。いやもう、はい、昔の人がどうやって小細工したの読み方をここではミサでやってるんですよ。ふっけんなよ、うん、2問は正解したい。いきますよ、うん、そこは。じゃあ2問にしましょうかね。いいっすか。いいですよ。優しい。だってもうここまで来てたらあと4問しかないですからはい、もうなんとか2問でも半分、うん、正解できたら。ありがとうございます、うん、まあ1問でもいいですけどね、ま、正直舐められた。カッチーン。たくあんに舐められたんで怒り発射しまーす。第7問、うん、こちらでございます。やっと来た。え、やっと来た。ありがとう。え、ありがとう、ありがとう。はいはい、ありがとうございます。来た。これ後で失礼しますわ。行きましょうか。はい、第7問お願いします。タイトコハ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 、うん、すいませんね、はい、タイトコハ。正解はカイトキワ。叫んでます。叫んでます。メトロさんが燃やすぞこの街を新宿に向けて叫んでますはい、ということであと3問しかありません。いけるいけるいける。はい、行きましょう。ここからですよ。追い込まれてきました。8問目、うん、なるほどなるほど。ちょっと遊ぶ感じですよね。遊ぶ感じ、まあ、遊ぶ感じ。そうですね、駅名がちょっと遊んでる感じ。遊んでる感じありますけど、ね、遊んでる感じ。え、
じゃあマジで遊びますよ。うん、遊んだ方がいいと思いますよ。いいですか。はいはい。それでは第8問お願いします。はたかじま。はたかじま、はい、正解は、はたかじまだ。島です。メトロさん大好きな。やめなさいよ、やめなさいよ、好きだけど。メトロさん大好き、あたか島だったのに。あーくそ、いつもパンツ一丁で生配信してるじゃん、あたかで。ほんとですよ、くそ、一番あたか島に近いですよ。やばい、追い込まれてきております。やばいっす、やばいっす。第9問いきたいと思います。もちろんです。こっからいきますよ。はよっ、なんで。おやび、くやびだから、まあそっか。いいですか。いいですよ、はいはい、考えていただいて。OK です。はい。それでは第9問お願いします。勇気。勇気。正解は湯の木です。あ、知らない。今一瞬おーって、おーってなったのに、湯の木です。やけくそになってますから。ラスト1問ですからね。ちょっと待ってよ。早すぎる。乾杯ですよ、今日。やば。前回何問あってたっけ、俺。前回。前回は、だから、替え歌のおかげで、3問ぐらいいってるんですよ。そうか、そうか。はい。じゃあ、最後の問題です。意外とね、まんまだとは思うんですけどね、僕は。うわ、これどっちだ。はいはい。いきましょうか。第10問。お願いします。うどの。うどの駅。正解はうどんです。すごい、よっしゃ、すごい。最後ね、さすがやってくれますね、メトロさん。ただ一つ、はい、あの一問正解、あ、全然嬉しくないですけど。全然嬉しくない。 そうか、うん、そうでしたね。全然嬉しくない。お情け、お情けで、イエーイじゃないのよ。そうでしたね、確かにね。一問正解でしたね。はいはい。でもまあ、でも当てたことがね、そうです、嬉しい話でございますからね。はい、では続き、はい、メトロさん一問正解です。すごい、当てた、当てた。ね、皆さんもぜひ一緒にやってみてくださいね。楽しかった。ありがとうございます。楽しかった。はい、それではまたね、うん、東京メトロの難読駅も待ってますので、やりましょう。はい、かけてきてください。リリーしますわ。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はいはい、本日も鈴木メトロさんにお越しいただきました。ありがとうございました。概要欄にチャンネルの方 URL 貼っておきますのでね、嬉しい、チャンネル登録の方お願いいたします。お願いします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。シェイシェイついでに恋ダンス、明日に向かって進めたら、ありがとう。